わかったんですか？ベアトリーチェを誰が殺したのか。ああ、大体な。まさか、当主様が殺した、などとおっしゃるつもりはないでしょうね。ベルン・カステルが求めてるのは、金蔵と関わった二人のベアトリーチェじゃない。1986年のベアトリーチェを誰が殺したかだ。その、今年のベアトリーチェという意味がわかりません。魔女のベアトリーチェとは何の話なんです？さっきの話といい、碑文とやらの話といい、そろそろ教えてくれませんか？いいだろう。もったいぶる気もね。まずはじめに、魔女のベアトリーチェとは何のことです？厳密には人ではない。黄金の魔女ベアトリーチェという名の概念だ。階段そのものだと。さらに厳密には、階段さえも概念を生み出す一要素に過ぎない。話がさっぱりです。階段は本来三人称や二人称で語るべきものだ。それを一人称で語り出した奴がいる。自分がベアトリーチェだと誰かが自称し始めた。六軒島の悪霊伝説や子供を森に近づけないための作り話が、金蔵が繰り返すベアトリーチェベアトリーチェの嘆きで修飾されて魔女伝説を醸成していった。その架空の魔女に憧れて会いたいと懇願したのが後宮マリアだ。それに答えた奴がいる。さっぱりな話ですが、腰を折らずに相槌を打ちましょう。答えたとはどういう意味です？後宮マリアは気の毒な老いたちによりオカルトに執着するようになった。その彼女に同情した奴がベアトリーチェに扮してマリアと遊んでやったということだ。マリアにとっての魔女やオカルトはある種の現実逃避と見ていい。彼女は満たされない現状が魔女の力で打ち破られると信じていたんだ。だから魔女の存在を信じたかった。それを信じれば自分が幸せになれると信じられるから。確かにマリアちゃんはローザおばさん一人が育ててますし、ローザおばさんも仕事で多忙。確かに少し気の毒なことは思いますが、心をないがしろにするんじゃねえ。だからマリアは信じるために信じた。ベアトリーチェが見せた手品まがいも心の底から信じたんだ。それは彼女の心を大いに慰めただろう。そしてここに魔女ベアトリーチェが誕生したんだ。魔女に会いたいと願うマリアちゃんのために誰かが魔女ごっこに付き合ったと。そうだ。
ではつまりベルンカステルの問うベアトリーチェを殺したのは誰かというのは、そのベアトリーチェを演じた心優しい誰かを殺したのは誰かという話なのですか。似てて少し異なる。演じたんじゃない。異なる二人なんだ。マリアにとって黒い魔女と母は別人物であるよ。マリアにとってベアトリーチェとそれを演じた人間も別人物になるんだ。つまり演じた役を殺してもそれは演じた心優しい誰かを殺したことにはならないと。よりしろが失われただけではベアトリーチェが殺されたことにはならないってことだ。電話で例えると分かりやすい。俺とお前が電話で話しているとする。その時俺にとって電話は話しかける対象でありお前そのものだ。しかしもし電話を壊したなら。なるほど。電話を殺せば私と話すことはできなくなりますが、しかしそれは私を殺したことにはならない。マリアは初期のベアトリーチェに自分に憑依してもいいと言った。それは明白に初期のベアトリーチェが肖像画の姿を模していなかったことを示す。演じた魔女役と演じた人物は別人という考え方で、演じた魔女役のみを殺す。そんなことができるんですか。演じた本人にしか殺せない。すなわちベアトリーチェを殺した奴とはベアトリーチェを演じた奴と同義だ。マリアちゃんと魔女ごっこをした相手がベルンカステルの求める犯人だということなんですか。そうなる。しかしややこしいことにこの礼拝堂は今猫箱の内側の世界だ。その犯人という名の猫は生きた猫と死んだ猫の2匹がここに同時に存在している。本当にややこしい。さっぱりですが先を促しましょう。つまり犯人が2人いるとおっしゃりたいので。そうだ。ベアトリーチェを産み殺すことができる人間と、そもそもベアトリーチェなど産ませもしない概念ごと殺すことができる人間、その2人がここにいるってことだ。ではお尋ねしましょう。ベアトリーチェ殺人事件、その2人の犯人は誰です。まず最初の1人、死んだ猫。誰です。お前だ。はあ？非常に単純な推理だ。お前の存在する世界にだけ魔女ベアトリーチェが存在しない。意味がわかりません。マリアもジェシカも魔女ベアトリーチェとの話を聞かせてくれた。しかし彼女らの親族会議における食堂の席順にはお前が含まれていない。私が含まれていない。マリアはローザと共にロッケン島を訪れた。そして隣の席にはローザがいた。ありえない。お前がいるならばローザの次の序列はリオンになる。そしてジェシカになる。次がマリアになるはず。ジェシカの話も同じだ。お前が序列に加わっているなら金蔵の席を正面に、左列にリオン、右列にジェシカ。
そして左列にジョージ、右列にエンジェとなる。ジェシカとエンジェはリオンがいてもいなくても隣り合う。しかしリオンがいるかいないかで、その席が右になるか左になるかが異なる。1986年の魔女ベアトリーチェを語る人間は、みんなお前のいない世界を語っている。そしてお前の世界では魔女の階段が存在しない。お前にとってベアトリーチェは金蔵の愛人、もしくは恩人であって、化けて出る亡霊ではない。当主様はベアトリーチェと深い愛情を育まれたのでしょう。どうして化けて出て階段になるのか、さっぱりわかりません。そういうことだ。お前が存在すると魔女ベアトリーチェが存在しない。お前の存在はベアトリーチェを殺してる。私がベアトリーチェ殺しの犯人だと？これはおかしな話になったものです。会ったことはおろか、話もよくわからないのに犯人だなんて。裏を返せば、お前が存在しなければベアトリーチェが生まれるということだ。裏を返せば、私とベアトリーチェがコインの裏表とでもおっしゃるので？いい例えだ。その通り、お前というコインの裏側がベアトリーチェなんだ。何のことやらさっぱりです。俺もお前の存在がさっぱりだった。だが、いろいろと話を聞いていくうちに、お前の存在について一つの仮説が立った。それはお前が19歳だという点だ。あなたに年齢を明かした覚えはなかったのですが、ご名答です。どうして？ジェシカはお前のことを、入学した時にはもう副会長で、その翌年には生徒会長になったと言った。これはお前の年齢がジェシカより一つ上であることを示す。なるほど。それで私が19歳だと何の仮説が立つというんです？お前が後宮夏日の子ではないという仮説だ。失敬な。何の気まぐれかは存じませんが、私だけでなく母も侮辱する発言には撤回を求めねばなりません。なぜ次期当主はクラウスではなくお前なのか？私が成人するから受け継がれるのです。私にも子が生まれたら、成人した時にそれを譲るべきでしょう。なら、なぜ金蔵はクラウスが成人した際に当主を譲らなかった？当主様の話を聞かれたでしょう。当主様は後宮家の老獪な親族たちに振り回され、辛い思いをされました。だからこれからの当主は若者が受け継ぐべきだと思い。お前のいない世界では、次期当主を証明する銀の指輪さえ存在しない。お前が指にしているその銀の指輪は、金蔵がお前に当主を継承したいという、他の世界にはない強い意志の証明だ。確かにその点は否定できません。当主様は私を特に可愛がられておいでで、私が幼い頃から成人したらすぐに当主を継承させる、その日に備え学業を怠るなと厳しく言われてきました。しかしお父様にその資質がないとは思いません。なぜお父様を早々に飛び越して私が次期当主なのか、不思議に思ったことはありますが、ずっとそうだったので、その疑問を口に出したことはありませんでした。なぜ金蔵はクラウスよりお前に強く当主を引き継がせたかったか、わかるか？わかるわけもありません。また心をないがしろにするんじゃないとおっしゃるので？
当主様のお心から何が推理できるとおっしゃるんですか？お前がベアトリーチェと金蔵の子供だからだ。お見事。ベルンカステルか。案外早かったわ。もう少し思考を遊ばせてくれると思ったら。いつリオンがベアトリーチェの血を引くと。19歳という年齢に気づいた時だ。第5のゲームの時に登場したヒント、19年前の赤ん坊と数字が合致する。その赤ん坊は崖から落ちたのだよ。夏日に受け入れられ崖から落ちなかった19年前の赤ん坊がリオンだ。裏を返せば、夏日に拒絶されればリオンは存在しない。私が母さんの子じゃない。バカな。そう言いつつも心当たりはあるみたいね。そうよ、後ろ宮リオンは夏日の子じゃないわ。19年前に金蔵がどこかより連れてきた赤ん坊の成長した姿よ。どこかじゃねえ。明白にベアトリーチェの血を引いている。その証拠が数多の世界でリオンにしか与えられない銀の指輪だ。この指輪があると、どうして私がベアトリーチェの血を引くと。数多の世界でお前にしか与えられない、それは全ての世界の中で金蔵にとってお前はベアトリーチェの次に最も重要な人間であることを示している。そしてそれは実の息子のクラウスや孫のジェシカをはるかに超えている。そしてさらにお前の年齢である19、すなわち19年前に何があったかを遡れば導き出される一つの推理がある。19年前、私が生まれた時に何があったというんですか？あなたも聞いたはずよ。それも今日、ウィルと一緒にね。まさか、ローザおばさんの話だというのですか？そうだ。第3のゲームでローザの話が出て、第5のゲームでの赤ん坊の年齢が時間軸で一致した時、一つの推理が生まれた。あの金蔵がどこからともなく赤ん坊を連れてきて自分の血族に加えろというのは、その赤ん坊が特別な存在であることの証拠だ。私はクワドリアンのベアトリーチェの子供。クワドリアンのベアトリーチェは潜水艦で来たベアトリーチェの娘だ。しかし金蔵は彼女をベアトリーチェの娘と思わなかった。生き写しの生まれ変わりと信じた。その生まれ変わりがかつての年齢にまで成長し、まさに生き写しとなった時、金蔵は悲劇を犯したのだ。聞きたくありません。そういうこと。金蔵はベアトリーチェの娘をベアトリーチェとし、さらにそのベアトリーチェにあんたを産ませたの。あんたは金蔵の子であると同時にベアトリーチェの孫ということね。これが金蔵の心から考える、金蔵がお前を誰よりも特別に扱う理由の必然の推理だ。金蔵は過ちを悔い、お前を今度こそ子孫として後宮家に正しい形で迎え入れようとしたんだ。夏日はほとんどの場合
プライドをひどく傷つけられ、リオンの育児を拒否するわ。その結果、あんたは必然として崖から落ちて消える。結婚をようやく授かった子供が私で、年子で生まれたのがジェシカだと聞かされてきました。もしお前が今日まで自分が夏日の子であることに疑問を感じたことがないのなら、お前はこの世界の母に感謝すべきだ。お前にそれを悟らせずに今日までジェシカと平等に愛情を注いだ。感謝の必要はないわ。だってあんたというかけらを見つけるのに気が遠くなるほどの苦労をしたもの。夏日は数学的確率で見て257万8917分の257万8916の確率であんたの育児を拒否するわ。あんたが感謝すべきは奇跡を紡いだ私であって夏日ではないわね、多分。くだらねえ確率遊びはやめろ。あら、ごめんなさい。お前が誰の血を引こうと育ててくれた家族への恩が変わるわけじゃない。それは分かってます。ですが、少し心を落ち着ける時間が欲しいです。私の心をないがしろにしないでくれるなら。そうだな。面白いもんだ。黄金の魔女ベアトリーチェに何百万分の一かの確率でこんな平凡な人生を送れる可能性があったなんてな。でしょ、こういう時私はとても笑えると思うのよ。死んだ猫はリオンだ。だがリオンの存在自体はお前が関心を持っている六軒島連続殺人事件とは何の関係もない。つまり猫箱を開ければ消える猫がリオンだ。そういうことよ。リオンなど所詮は消える猫。でも余興にしては面白かったでしょ。面白いのはお前だけだ。ここに閉じ込められてなけりゃ俺もこんな推理はわざわざしない。どうして私がおかしな探偵ごっこの相棒に選ばれたのか分かりました。どうやらベルンカステルという魔女は人の運命をもてあそんだり、あるいは嘲笑ったりするのがお好きな方らしい。あら、すごい。会ってその日に私を理解する人なんて珍しいわ。私はどうやら異なる世界では魔女と呼ばれる存在になるらしい。そしてどうやら何かの事件を引き起こすらしい。それは私の罪なのですか。罪のわけね。お前はお前だ。コインが裏を向いていた時のことなんて知ったことじゃねえ。ありがとう。しかし異なる運命の世界ではお前は何らかの迷惑をかけていたと言われて心穏やかになる人間はいないと思います。教えてください。私は
異なる世界で何を。ベルン・カステル。かけらをその子に見せたら。こいつに触れる。異なる世界でのお前の運命が見える。触れない方が幸せだとでも言いたそうな顔ですね。当然だ。予感しているだろうが、ろくな話じゃない。それでもそれは異なる世界とも言える。私のことなのですね。お前には知る権利も知らぬ権利もどちらもある。お前があくまで自分と連なりつつも異なる誰か、他人のことと割り切れるなら触れてみるといい。知りたいわよね。自分が、あるいはひょっとしたら辿ったかもしれない運命なんて。相棒として聞きます。あなたはそれを私に見せたいですか。相棒としてなら見ろという。しかし友人としてなら見るなという。残念、私は友人ではありませんので。俺も相棒として一つ聞きたい。何です。お前男か女か。唐突なことを聞きますね。男と思えば線の細い男にも見える。しかし女と思えば気丈に振る舞う女にも見える。ベルン・カステル、分かっててごまかしてる。ジェシカにはお前を兄とも姉とも呼ばせず、次期当主様と抽象的な呼び方をさせ続けていた。本当に勘のいい男。よく性別を聞かれます。だから悔しくてこう言い返してます。どっちに見えますか。第5のゲームではお前は男ということになっている。しかし数多のゲームでは女だと考えられている。後ろ宮バトラがマスターを務めた第6のゲームでは、性別を違えつつも確定しない2人組の悪魔が登場し、それを暗示した。いや、厳密には一番最初のゲームからだ。お前の性別はゲームの外側の隠れた謎の一つだ。素直に答えるのも悔しいので、お答えはしないことにします。私はあなたの相棒でしょ。気に入らない性別だったら何か不都合なことでもあるのですか。その通りだ。俺には相棒の性別などどうでもいい。ありがとう。容姿にコンプレックスがあったので、あなたの言葉が嬉しいです。俺は男女平等主義だ。使えねえやつは平等に殴る。私もマナーのない方は男女平等につねりますので。こいつには全てを知る資格があったというわけだ。あなたの相棒にぴったりの駒だったでしょ。推理を続ける。死んだ猫の話はした。そうね。次は
生きた猫の話だわ。1986年のベアトリーチェを殺せるのはそれを生み出したやつだけだ。ヒントは山ほどあったわ。思えばベアトリーチェのゲームだった頃からね。そうだな、ベアトリーチェとバトラの第4のゲームでその因縁ははっきりとした。そしてその時点でベアトリーチェが誰であるか、そしてその心が分かった。心とは？動機だ。ベアトリーチェが1986年10月5日に自らの運命さえ閉すゲームのような事件を起こさねばならなかった動機だ。さすがだわ。第4のゲームの時点でフーダニットとホワイダニットが推理できてたなんて。じゃあハウダニットは？犯人が誰であるか分かればそれを推理することは不可能じゃない。第3のゲームの連鎖密室はなかなか器用にやったもんだと拍手さえしたくなる。第4のゲームラストの私は誰は分かった。10月5日24時に必ず場所を問わずに殺せる犯人。その時点である種の仮定は可能だ。それこそ黄金鏡のもう一つのお宝ってわけだ。へえ。第4のゲームまでに、すなわちあなたはベアとのゲームだけで全ての答えに至れたと。可能だ。その後のラムダデルタのゲームとバトラのゲームはそれをさらに補足するヒントの塊だ。このお前のゲームさえもな。それではそろそろはぐらかすのは終わりにして教えてちょうだい。犯人は誰？呼んだの？ああ、フーダニット、ハウダニット、そしてホワイダニット。こいつの動機を理解した。あんた、動機が分かられただけでもう降参しちゃうの？具体的な証拠はないんでしょ？赤とか青とかでガンガンと派手に応酬すればいいのに。こいつはもうそんなことは望んでない。俺はお前の動機を心を理解したつもりでいる。それをこれから話す。お前を呼んだのはそれを聞き、間違いがあったらお前の言葉で正してほしいからだ。お前の4つのゲームでお前のメッセージを受け取り、そしてマスターの違う3つのゲームで俺はお前をどんな不思議な運命がもてあそんだか想像し、言葉を失った。お前はそれを誰にも明かさずに全てのゲームで死ぬ。
これはベアトリーチェの葬儀だ。お前が告解し、神なるマスターが聞き、俺が許す。その役目はバトラがふさわしいが、奴は間に合わなかった。だから俺で諦めろ。あれだけベアとはヒントを出したのにね。ラムダもバカバトラのためにあれだけのヒントを与えたわ。それに対するバトラ自身の懺悔のようなゲームも笑えた。でも私は何も笑わせないわ。ただ淡々とあんたの葬儀を取り行うだけよ。お前は喋るな。話しているのは俺だ。いいなら始めよう。誰もせかさない。お前の葬儀が終わるまでベルンカステルは永遠に時間を閉ざしている。心の整理に必要な時間は無限にある。こいつが犯人だ。